アイテム番号。SCP-2069。オブジェクトクラス。セーフ。特別収容プロトコル。回収されたすべての SCP-2069 実態は、必須生物及びミーム災害の審査と検疫処置が完了した後、エリア29の再利用倉庫に保管されます。SCP-2069 実態から得られた複写とデータは財団研究データベースと直接 SCP-2069 にアクセスすることで利用でき、認証には最低1人のレベル3上級研究員の許可が必要です。説明。SCP-2069 は2004-8から2001-3-2の11ヶ月の狭間オーストラリアの編集済みの浜辺で打ち上げられて発見された。異次元が起源と推測される2308個の不活性な物体の収集物です。機動部隊シグマ8浜辺の収集人が動員され、SCP-2069 の実態の可能性がある物体の回収を命じられました。このような物体の発生は2001年末に突然減少するまで定期的に数を増やしていきました。最終的に機動部隊シグマ8は最後の SCP-2069 実態を確認した18ヶ月後の2002-9-12人を解かれ、解散しました。SCP-2069 の実態と確認された物体の完全なカタログはエリア29中央データベースへ要請することで利用可能です。付録2069-1。顕著な SCP-2069 実態。項目。SCP-2069-3。SCP-2069-97。回収日。2004-18-2004-21。概要。おそらく人間ではない存在が製造元と推測される、未知の複数の自律式追跡無人機の断片です。無人機に取り付けられた道具は採掘と建設が主な用途であること、類似した構成要素の分析結果は無人機が自動組み立て機によって大量生産されたものであることを示していると推測されます。損害した構成要素は小銃、爆発、車両搭載の武器からの放火を受けた後と一致します。項目。SCP-2069-198、SCP-2069-267。回収日。2004-23-2004-25。概要。シコルスキー UH-60L ブラックホーク、ヘリコプターの残骸です。残骸の分析により財団活動向けに改造されたものであることが示されましたが、シリアル番号は財団登録のものとは一致しませんでした。外郭のマークはこのヘリコプターがイージスという名前の組織に使用されていたことが示されています。残骸はエンジン出力の破滅的損失を受けて墜落した後と一致しました。エンジンハウジングの分析は集中した、高強度のレーザー兵器にさらされたことによる高温蒸発の痕跡を示します。項目。SCP-2069-466、SCP-2069-508。回収日。2005-13-2005-18。概要。SCP-2069-3、SCP-2069-97 と類似した製造元で、複数の自律式の複合型、追跡型を掛け合わせはセタ無人機の断片です。実体の相違点として武装化、外郭装甲、高光系の電磁コイルガンが見られます。これら実体から得られる構成要素も非常に異なる光学とセンサーを示し、炭鉱、採掘と対照的に高速移動の目標の捕獲、追跡に集中します。これら断片に与えられた損害はほとんど軍事兵器の痕跡と一致しますが、いくつかの実態には1992-1997年の財団と世界オカルト連合の共同研究計画で開発された実験兵器である、編集済み、と、編集済み、の露出による痕跡と一致しています。項目。SCP-2069-821、SCP-2069-908。回収日。2005-29-2006-2。概要。編集済みに拠点を置く機動部隊シグマ、9、アルキリーが使用していたマークがついたマクダネル。ダグラス F-15E ストライクイーグル戦闘機の残骸です。しかし標準財団マークの代わりに、イージスのエンブレムが存在します。
残骸の分析で損骸は高速のコイルガンの弾と衝突して戦闘機右翼が崩壊したものであることが明らかになりました。項目 SCP-2069-1112-SCP-2069-1308 回収日2006-2006-17概要 USS エイブラハム、リンカーン、CVN-72と推測されるニミッツ級超大型空母の一部残骸で、同様にイージスによって徴用されていました。分析により船体は船尾に高強度のレーザー兵器による破滅的な一撃を受ける前に、複数の非破滅的な空地誘からのコイルガンの弾を受けていることが示されました。項目 SCP-2069-1403-SCP-2069-1499 回収日2001-6-19-2001-6-22概要人間ではない存在が製造元で大型の自立式空地誘無人機と推測される断片です。無人機はラムジェットに類似した設計の高推進力エンジンを動力とし、電磁コイルガンと高出力レーザー砲台を装備しています。最も顕著な点として、複数の断片は損害が SCP への露出または同型の兵器に由来するものであることが示されました。項目 SCP-2069-2088 回収日 2001-2-27 概要損害を受けた財団標準の現地配給のラップトップコンピュータです。機器は水害を受けて不能になっていましたが、ハードドライブは無傷で回収されました。研究班メモ。回収データの複写は付録2069-2を参照してください。項目 SCP-2069-2283-SCP-2069-2308 回収日 2001-2-28-2001-3-2 概要ボーイング A-3000トリー早期警戒管制機の残骸です。回収データは航空機が未知の組織イージスに再利用される前は当初世界オカルト連合が活用していたことを示していると推測されます。残骸は未知の起源、出力の高エネルギー事象にさらされたことによる部分的な誘拐が見られます。研究班メモ。回収されたフライトレコーダーのデータの複写は付録2069-3を参照してください。付録2069-2SCP-2069-2088 から回収されたデータ。映像記録の断片の複写、2001-209時1分18秒アメリカ東部。正体不明の女性アナウンサー。世知より地球外の知的生命体の存在が確認されました。公式声明によると、遠距離望遠鏡は元旦の朝に複数の明るい光を検知し、現在それは私たちの太陽系の端にある1ダースの巨大な物体が排出した高エネルギーエンジンであると推測しています。声明では、これら物体は相当な速度で移動しているが、私たちの方へまっすぐ向かうために急速に速度を落としていると報告しました。正体不明の科学者。現時点において、我々は太陽系を航行する正体不明の宇宙船であると推測しています。これまでの観察から、少なくとも1ダース存在し、どの新宇宙遊探査機の大きさや質量とも一致しないことを示しています。分析を続け、解析不能。複写終了。映像記録の断片の複写、2002-317時48分1秒アメリカ東部。正体不明の男性アナウンサー。声明から1ヶ月も経っているにもかかわらず、地球外の訪問者が敵対的であった場合に備えた計画が存在するのかについて、政府から正式な発表がありません。セチと NASA から公表された新しいデータはこれら物体が当初は高速の 20% に近い速度で航行しており、相当な技術的動力と能力を所有している可能性があることを示しています。試算では、船の減速率は彼らを6週間以内で地球軌道に入ることができるということを明らかにします。一方、市民の不安は世界中で断続的に湧き出ており、最新のレポートでは、解析不能。複写終了。映像記録の断片の複写、2002-405時11分33秒アメリカ東部。正体不明の女性アナウンサー。
速報です。私たちは、そう、私たちはちょうど今朝の午前5時頃に東海岸で何らかの大きな爆発または衝突事件が実際に発生したことを確認しました。情報が錯綜していますが、私たちはアメリカで確認しました。地質調査ではこれがニューヨーク市の近くに集中しているとしていますが、誰も事件地域の近くに近寄ることができません。映像が震え、映像が技術的困難オーバーレイに変わる前に叫び声が聞こえます。約37分映像が停止します。正体不明の女性アナウンサー。私たちはちょうどメリーランド州の近くで別の事件の報告を受けました。東海岸の巨大地震による混乱の様子が報告され、巨大な雲のような煙が、ワシントン州から向かってきます。ああ、なんてこと。副写収容。映像記録の断片の副写、2000:418:22:19グリニッジ標準時、ロシア語の翻訳。正体不明の男性アナウンサー、がアメリカと環太平洋地域、すべての人口中心地にて12回以上の衝突し、8時間を超えて、現時点で私たちはすべてのアメリカ関係者との接触を失いました。多くの暴動と混乱が報告され、人々はできるだけ早く街から避難しようとしています。軍職員の報告はありません。休止。ちょうど今東京が襲われたとの報告が。副写収容。映像記録の断片の副写、2000:502:53:52グリニッジ標準時。正体不明の男性アナウンサー。2番目の衝突がドイツで、現在、チューリッヒより東の地域から何の信号も得られません。ここロンドンでは街は混乱に襲われ、可能な限り。我々は報道を続けます。静止。正体不明の男性アナウンサー。ちょうど大きな振動を感じ、現在非常に近くに存在していることが想像できます。おそらくパリでしょうか。こちら BBC ワールドサービス。本日はこれまで。幸運を。副写収容。回収文書。2001年、2月27日。眠れねえ、ああクソったれが、こうする以外他に良い方法がわからず、今これを打ち込んでいる。何かの奇跡で俺たちがこの夜を乗り越えられたなら、いつか子供たちとかにこれを読ませてやりたい。もしできなかったとしたら、そんなことは重要じゃないな。どっから始まったのか、奴らはまず俺たちを襲撃した。徹底的に。明らかに、奴らは速度を落とす前に相対論を打ち破るような車両を発射した。奴らはエンジン排出を明るくすることで俺たちの望遠鏡から車両を見えなくした。おそらくそれは黒く塗られいずれにせよ超低温だった。十分に惑星を回り、すべての都市の存在を確認できるよう16時間以上かけて襲撃できるように車両をずらした。俺たちが奴らの襲来に気づいた時は、すでに遅すぎた、警報を出す前にはもうニューヨークは90メートル T のクレーターになっていた。おそらく人間を目標としていたのだろう、徹底的に人類を殲滅しようと試みていた。多分奴らは十分な弾と質量を持っていなかったのだろう、それか俺たちがどう動くのか全く理解していなかったのか。いずれにしろ、大部分の主要サイトといくつかのノアエディのような基地を一箇所にまとめて、なんとか手を取り合うのが唯一の方法だった。もちろん、すでに人口の半分が死亡、瀕死の状態に対する慰めなんかじゃない。ほとんどの政府は一掃されて瓦解し、唯一俺たち財団と連合が対抗できる存在となった。俺たちはできるだけ多くの火を消し、それから協力し合い、残った世界中の軍隊を集めて全員でこの事態を切り抜けることを唯一の方法だと決定した。宇宙船が地球に到着するまでのたった2ヶ月間、共に守ってくれるものを探すだけの時間はなかった。だけどやってやった、俺たちはこの期間でできるだけの武器を備えた。宇宙人どもが軌道に着いたんで、俺たちは穴に隠れ、じっと待った。奴らは俺たちの性に対する執着心を計算していなかったんだろう。それか大きな脅威と戦うために俺たちが協力する前に互いに敵対することを期待していたのか。何にせよ、着陸前に、奴らは軌道からこちらに攻撃すらしなかった。奴らが持ってきた12ほどの船のうち、半分はオーストラリアに着陸し、おそらく最も被害の少ない大陸、そして工作を始めた。その時こそ俺たちの反撃の始まりだった。
俺たちは奴らに向けて所有していた半分以上の核兵器を一斉に発射した。そのほとんどは届かなかった。ほとんどは目標に到着する前にレーザーや弾、それによくわからない何かで撃ち落とされたが、とにかく気をそらすことに成功した。奴らが銃でミサイルを追跡している間、俺たちが隠していた弾頭は軌道上にいる奴らの船を蒸発、不能にさせ、奴らの優位を取った。それから、すべての船、飛行機、戦車を動員し、地上に残った奴らの船を攻撃した。ほとんど効果があった。数千の物体を一掃し、奴らがすべてドローンであるとわかった。以前誰かが俺に言ったことがある、人間をどこかの星に送ることは不可能だ。なぜなら数千年の時を過ごすほどの食料と水の確保などできず、長期間冷凍されて生き残れるはずがないからだと。唯一他の太陽系に向かう方法があるとするならば、卵子と胎児、そして到着した時に俺たちの子孫を生き返らせるロボット以外は何も持っていかないのだと。何とか奴らの二つの基地とワーカードローンのほとんどを一掃して、あのクソどもに重大な損害を与えることができた。担当ロボットは俺たちが予測以上に脅威であると理解したのだろう。本当の軍事力を俺たちの惑星から材料を集めて作り始めた。一晩自由、俺たちはバグやクローラーからスパイダータンクやガンシップと戦った。俺たちはよく戦った。俺たちは皆本当によく戦った。しかし、宇宙人が俺たちよりもはるかに先進的であること、現在厳しい状況であることを常に理解していた。俺たちは重大な犠牲を出すようになり、航空支援はミサイルと弾頭がつき始めた。上は実験的な技術と武装化したスキップを改造したものの使用の開始を決定したが、俺たちがより多くの資源、備蓄を引き上げる以上に。奴らのドローンは報復としてより俺たちを殺せるよう設計されていった。毎日、俺たちは善人を亡くしていったが、機械たちはパーツを再利用しより強力になって戻ってきた。いつかの感謝祭前後に、機械たちは俺たちの通信の妨害に成功した。インテリどもは急いで修復したが、撤退した時には、マイクと俺だけが最初の舞台から取り残された。クリスマスが過ぎた頃には、俺たちは再動員された。しかし、何人かの補充員はかろうじてかつては人間であったと言える状態だった。何とか新年を過ごせた頃、地上のものとは別の船が着陸し、そこからは宙に浮いた殺人鬼が現れ、俺たちはもう一度撤退しなければならなくなった。明日残ったものすべてで攻撃を仕掛けるつもりだ。決して時期になったわけじゃない。上の何やら本当にでかい計画に隊員たちからの不満や噂はあるが、もう俺は何も知りたくない。奴らがホセとトムが最初に死んだ後に何をしたのか見てしまった後では、俺たちは勝たなければならない。失敗しようとも何も残さない。大きな犠牲を払ってでも。機動部隊オメガ、23PFC、エアン、ウィンターズ。付録2069、3、SCP、2069、2287から回収されたデータ、E、3000トリーのフライトレコーダー。副社開始。静止。無線。解読不能、繰り返す、すべての、解読不能、最低限の安全距離まで後退せよ。無線、輸送機に問題なし、すべての残りの航空機は、退避せよ。無線、ノバ爆発まで30秒。無線、リーパー33に着弾、維持できません。無線、解読不能、バーナーを起動させろ、解読不能。副操縦士、火がつきました。無線、ノバまで20秒。無線、リーパー31に着弾、維持。副操縦士、エンジン3、4消失。機械の故障音、乗員が叫ぶ。操縦士、機体の制御を失っている？無線、ノバまで10、9。操縦士、メイデイ、メイデイ、メイデイ。オラクルに墜落、繰り返す、オラクルに墜落。無線、5、4。操縦士、光栄でした、皆さん。無線、2、1、ノババク、静止。副車終了。